持ちいいな。今から対決をしていきたいと思うんですけれども、ははは、あのメニューが用意されておりまして、メニューちょっと順番に自信がある競技をむしろ選んでいただいて、あの対決していきましょうということでございますよ。そのメニューは何ですか？こちらですね、はい、ちょっと言っていきますよ、はいはい、まずは一つ目、うん、じゃんけん子供こんなにたくさんの方が見てくれてる前で、ね、大人2人がじゃんけんをする、まだ早い。1個目で決めるのは早いです。あ、そうですか。もう一つあります、うん、あっち向いてほい、じゃんけん結局じゃんけんしてるよ、うん、詰まるところですね。ちょっと高等な技術になりましたけどね、はい。続きまして、はい、ウォッチストップ対決。ウォッチストップ対決、まあ、ストップウォッチ対決みたいなもんです。なんで言い換えたえ、どういうこと、何をするんですか？時を止める時を止める、はい。時止めちゃう、時止めます。ほう、そして、続きまして嘘つきゲーム。って何ですかそれは？嘘をつきます説明になってないよ高橋さん、はい。そして最後が、うん、風船チキンレース。なんとなく想像はつく ね、はい。じゃあどこからいきますあのね、一ついいかい、はい。あのアニメジャパンをね、まあ、僕いろいろなステージ出させていただいたわけですけども、その後この高木さんステージのその後、僕別のステージでですね、うん、それこそこのウォッチストップ対決やったんです。あ、ここやったんですね。このルール、10秒ジャストに止められるか、うん、まあ、見ないでね、うん、これ僕やりました。本当ですか？あの私もあの別のね番組というか、はい、別のステージで企画がじゃんけんとあっち向いてほいあっていや、やってはない、だかぶりです。やらないようにはしてたんですけど、あ、割とかぶっててもうちょっと、まあ、続きがあるんですよ、はい。このウォッチストップ対決で僕なんとですね、はい、10秒01を出したんです。嘘でしょ、すごくないですか？すごすぎます。邪魔されててですよ。え、じゃあやってやりましょう。お、今からやってやりましょう。わかりました、いいでしょう。つまり邪魔がありだということで、はいはい。え、邪魔されてもいけんですか？え、邪魔されて10秒01出しました。本当ですか？じゃあ皆さん邪魔の準備お願いします。え、皆さんどうやるの？コメント、ええ、めっちゃカジさんのことからかうとか。俺コメント見ながらやんの？やってください。超難しいね、それ。え、だってカジさんやった時って見てました？画面何言ってんの？あれ、そんなことある？いやいやいや、そ、嘘でしょ。そういうゲームもあるかなって。いや、それってなんかもうタイミング勝負なだけじゃん。違うよ、笑っちゃった自分で。やばいよ高橋さん、ちょっと。いやいやいや、ごめんなさい。見ないでやるからすごい。俺それ見てやって10秒01出したって自慢してたらやばいぜ。確かにやばい、うんうん、やばくなくてよかったです。よかったよね、うん、はい。じゃあそのところであの、うん、こっちとかに画面に見せながらとかやりますか？そうそう、はい、うん、そのつもりだったよ。お願いします、うん、じゃあ僕からでいいんですか？私からやりましょうじゃあ高橋さんから、はい、邪魔しますか？ちゃんとコメント見ててくださいね。あ、みんなほら、すで、はい、に指摘されてますよ。顔真っ赤ですよ。恥ずかしい、やりました、出ました皆さん。これがクリティカルですよ。いきます、はい、やりました。あ、でも画面見るならちょっと画面、これち伏せますね。え、だって画面見ながらだったら私が画面に映った秒数見ちゃう。うん、分かった、いいよ。じゃあこれでいきますよ。はいはい、うん、じゃあいいですか？自分のタイミングでいいよ。いきます、はい、よーい、スタート。3、4、6、7、4、2、3、はい、10、はい、はい、で押しちゃったほらやっぱりからかわれ上手じゃないですか。全然早いでしょ今の。嘘でしょ？だって勝負にならないよ。はいって言うんだもん。いや、いや邪魔するってそういうことでしょまあまあいいでしょ、とりあえず結果をまずね見てみましょうよ。はい、じゃあいきますよ。何秒ですか？ドン。7秒56。うわこれはまずい、これはまずいです。いや今ので8秒ぐらいと感じたっていう人がいて、すごすぎません？いやすごい、逆にすごいよ。いすごい、よく入って言われたのに。すごいですね、分かったね高橋さん、まさかのリアル西方っていうやだ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 、ちょっと やってくださいよ。わ、はい、かりました、いいでしょ、見せたってくださいよ、はい。これで7秒から外れたらちょっとどうなっちゃうか。大丈夫です、僕はいけますから。本当ですか？じゃあどうぞ進めてください。いきます、よーい、スタート西方、あ、カジさん間違えちゃったカジさん、はい、あ
私何もしてないんですけど。それは自分のさじ加減でしょ。すいません。ちゃんと邪魔してよ。すいません、うん、頑張って名前呼んだつもりなんですけど。まあちょっとね、先ほどのタイムは出ませんでしたが、はい、こちらです、9秒59。うわー、うえー、9秒。ありがとうございます。やりましたよ。次元がおかしくないですか。10秒01と9秒59でなんか戦ってるんですか。高木さん、秒数の感覚全然ないんだね。西方ね、気持ちいいな。高木さん、今日は腕立て伏せいっぱいしないといけないんじゃないかな。まあでもね、3本選手なんでしょ。まあ1本これで、はい、梶さん1本ですよ。やりました。